こんにちは、目隠し RTA 奏者のバブジアです。よろしく、お願いします。今回は自分の初めてのゆっくり解説動画をお見せしたいと思います。日本語はまだ勉強中なので、詳細とか説明とかが不明な場合は申し訳ありません。ゲームの始まりにはかなり長いカットシーンがありますから、ちょっとゆっくり話す時間がありますよ。じゃあ、解説を始めましょう。タイマーがファイルセレクトを押す瞬間から始まります。今回は、時のオカリナ、目隠し、エニパーセント、ジフィートガノン、というカテゴリを見せます。日本語でゴールは、ガノンを倒せってことですよね。時のオカリナは1998年に発売された N64 の名作で、リンクという主人公として、プレイして、ゼルダ姫を救出する目的があります。面白いことに、最近カテゴリの名前が変わりました。エニパーセントは普通に、スタートからクレジットまでできるだけ早いカテゴリなんですよね。だけど2019年に、新しいグリッチが発見されました。そのグリッチを利用すれば、最初の森から10分以内に、クレジットにワープすることができますので、今は、エニパーセント、と、ガノンを、倒せ、を区別しています。ジフィートガノン、は大体昔のエニパーセントです。基本的にいくつかのアイテムを、収集し、最初のダンジョンから最後の、ボスのシーケンスにワープする必要があります。今でも時のオカリナ RTA の、中で一番人気なカテゴリーかもしれません。まあ、それは目隠しなしですけど、そのカテゴリの目隠し RTA は世界で初めて2020年に自分が成功しました。タイムは1時10分ぐらいでした。その後には新しいテクニックとかがたくさん発見されました。そろそろカットシーンが終わります。すごく長いですよね。RTA 内でミスをして、ランをリセットするとき、いつもこのカットシーンを見る必要があります。最初は大丈夫だけど、100回見ればあまり楽しくなくなります。見ると言いますけど、正しい言葉は聞くですね。Then you have to reset back to before the wrong warp.やっと操作ができますね。あ、カットシーンがもう一つがあります。やっとプレイさせてくれー。一番最初にやるべきことは、剣を手に入れることです。目隠しをしている状態で、世界を移動するためにいろいろなテクニックを使います。最も重要なのは、ここですぐにわかるはずです。部数を数えたり、バック宙や横跳びをすることです。それで自分のいる場所を把握することができますね。こういうパターンで、最初の宝箱まで安全にたどり着くことができます。この迷路の岩は周期的に変化しているので、実はこの部分の入力は非常に速くする必要があるのです。無事に手に入れました。よかったですね。次は、森から脱出することです。通常のプレイであれば、まず盾を手に入れて、最初のダンジョンまで行きますが、後に使いたいグリッチを行うためには、さらにいくつかのアイテムが必要です。というわけで、迷いの森へ移動してます。I think I can stop.メニューで剣を装備してます。メニューに配置も同じ入力が必要ですから、覚えやすいです。途中で、ルピーを集めます。ルピーは後で必要なんですから。
到着しました。ここでは、ナビダイブというスピードランの最初のグリッチを見ることができます。森からゾラス川に出る方法はありますが、深くくぐる必要があります。だけどより深くくぐるためには、まず金の鱗が必要です。でもグリッチを利用すれば、このモニュメントの特定の場所に位置取りをして、ナビのテキストボックスでジャンプスラッシュをキャンセルするんです。すると、水中に反動が起こり、ナビが話しかけてくるので、エントリーのすぐ横の推定に押し出されます。あとはテキストをキャンセルして、ローディングゾーンを泳いで、森を抜け出せます。これからは、オーバーワールドをたくさん移動することです。目標は入りや湖に行き、次の重要なアイテムを手に入れることです。もっと具体的に、金の鱗を手に入れることです。ゾラス川では、ルピーをたくさん集めるのは、すごく大事です。釣りをしたり、アイテムを買ったりするの必要なお金ですよ。ここはほとんど川に流されてしまうので、あまり迷う心配はありません。ここで使う目隠しテクニックリンクは泳ぎの音を数えることです。ハイラル平原では歩く道が長いので、お話しする時間がたくさんあります。さて、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、リンクは常に後ろ向きで歩いていますね。後ろ歩きは、実はリンクの最速移動オプションだからです。目隠しでは、良い角度を設定して、目的地までひたすら後ろ歩きで移動します。ハイリア湖の入り口には、フクロウが待ち構えていて、長い時間話しかけてくるので、横から近づく必要があります。それでフクロウの話をスキップすることができます。まだ時間がありますので、もうちょっとZアップについて話しましょう。Z ボタンを押すとカメラはいつも同じ方向に向けています。目隠し RTA ではすごく大事なことです。バクチューと横跳びの後に、A ボタンを押すとリンクがロールします。そのロールの途中で Z ボタンを押すと、カメラが45度や90度ぐらい回します。セットアップの時にカメラの方向を変更するために使います。最後にはしごを登り、やっとハイリア湖に到着します。ハイリア湖では、そのまま釣り堀に直行します。そこで一番大きな魚を釣れば、金の鱗を手に入れることができます。だけどバブジアさん、普通にはハートのかけらしかもらえないんでしょう？と思う方もいらっしゃいますよね。まあ、その通りなのですが、子供リンクとして釣りをすると、大人の報酬がもらえるグリッチがあります。それについては後でお話しします。釣りは一般的に、ランの中で最もランダムな部分の一つです。魚が食いつかないこともありますが、その場合はもう一度釣り竿を投げればいいんです。魚が食いついた後に逃げたら、釣り堀から出て再挑戦しなければなりませんが、これは完全にランダムです。60ルピーしか持ってないので、3回しか無挑戦できません。この部分に最初のミスがありました。違う魚をターゲットしまいましたね。バックアップも目隠し RTA にすごく大事なものです。ミスをしたら、どうやって目隠しのまま、セットアップなしで、ミスを直せばいいのかなって。ここには正しい魚は右にいるってしていました。だからカメラとロールで少しずつ正しい魚に近づけて、やっとターゲットを見つけました。
don't know if I fixed it or not, but this might be not the right fish. It's very likely that this is not the right fish, in fact. But I'm gonna try, I mean, it's a reset anyway, so if not. カメラ方向のセットアップをします。鐘の鱗を入手するためのグリッチを有効にするには、魚を釣ってから Z を押しながら水の中に入り、他のボタンを押さずに店員さんに話しかける必要があります。そうすると、鐘の鱗が手に入れます。Sounds correct.ここにちょっと再び店員さんに話しかけました。お忙しいところ失礼しました。ここにもちょっと迷子になりましたね。ドアを見つけるのはいつも大変ですよね。鐘の鱗の次は、ハイリア湖に眠る瓶と、ルト姫の手紙を手に入れることです。この手紙をゾーラ王のところに、持っていけば、空き瓶が手に入ります。瓶のところにたどり着くため、またリンクの泳ぎ音を数えます。44音の後、くぐります。ちょっと短かったんですね。問題ない、ちょっとだけ前に、泳いで、もう一度くぐります。鐘の鱗のおかげで、瓶を無事に手に入れられます。その後はゾーラの里に到着します。But yeah, I backed the fish up. That's insane, dude.まずはアイテムをファームします。ゾーラのショップのリロードを利用して合計15ルピーとデクの実15個、そしてデクの棒を2本手に入れます。すべての行動はセットアップ通りになります。その後、王様のところに行き、また長いカットシーンの後、空き瓶を手に入れます。階段を登る方法は横跳び20回するのです。メニューでデクのボート瓶を装備します。カットシーンはちょっと長いので、ちょっと休憩しましょう。ここまで見てくれて本当にありがとうございます。日本語の能力についてまだちょっと不安がありますけど、ここまで RTA の内容が分かったら嬉しいです。このチャンネルにこれからもっと目隠し RTA の解説をアップしたいと思いますので、興味があったらぜひフォローしてください。ここからは、空き瓶に魚を入れるために、また下に降りていく必要があります。
この魚は、とても大事な魚です。世の中で一番大事な魚かもしれません。魚のパターンはちょっとランダムなので、捕まえるのは大変ですね。魚を手に入れたら、ゲーム機を再起動します。ファイルをリロードすると、再び森の中、具体的にリンクの家にリスポーンします。集めたルピーでようやくショップに、行き、盾とデクの術を購入します。メニューでデクの術と盾を装備します。ここからは通常のルートで最初のダンジョンに行きます。ミドという子に話しかけないと通路が開きません。途中で、敵からデクの棒2本を手に入れます。最初のダンジョンはデクの、木です。また2つのカットシーンがありますね。だけどこれからはテンションがすごく、上がるので、ちょっと息をする時間があることにありがたいです。What's wrong with the mocha? It's running like crazy. このダンジョンで最初の課題は、どこにあるクモの巣を壊すことです。最近、クイック・プッタウェイという新しいテクニックが発見されました。それを使えば、瞬時にクモの巣を破壊できますけど、1フレームの余裕しかないテクニックなのですし、失敗した時のバックアップが簡単ではないし、ライブ RTA の場合は、それを使わずに、通常のルートを続けます。面白いことに、スタルチウラの横を登るとき、ゆっくり登っていけば、敵が攻撃してこないのです。ここにもリンクの登り音を、数えます。いつも何かを数える必要がありますね。目隠し RTA ってそういうものです。頂上からクモの巣に落ち、すぐにはしご位置を確認するために使います。その後に、本当にかっこいいスキップ、メガサイドホップ B1 スキップを言います。メガサイドホップは、基本的に横飛び中に盾で、ダメージを跳ね返すことです。
かなり正確ですが、幸いなことに良い音のセットアップがあります。見ての通り、一回失敗しました。それはあまり問題ないので、ダンジョンをリエントリすることだけでもう一度試せます。ご覧の通り、地下の上のプラットフォームまで飛んでいき、ダンジョンの半分ぐらいをスキップすることができます。次に、二つ目の雲の巣に火をつけます。そのために、通常プレイにはブロックを押す必要がありますが、正確な角度を取ると、バック中の後に正確にジャンプスラッシュをして、デクの棒を点灯させることができます。地下に待つデクの敵は、かなり簡単で、盾を使って普通にデクの、実を打ち返すだけです。モッカー、コン。ここのヒットはわざとです。最後の敵には素早く話しかけないと、逃げられ。目隠しのせいでどこに行ったかわからなくなる。そろそろ最初のボスの登場です。ゴーマという敵ですね。そして、この部分にも2つのグリッチを使う必要があります。部屋に行ってから、デクの棒でジャンプスラッシュをしていますよね。リンクが盾を振るうときに、剣でしゃがみさすと、実は剣のダメージではなく、最後の攻撃の攻撃力を使っています。それは、パワークラウチスタブというグリッチです。なお、デクの棒で使ったジャンプスラッシュは大ダメージを与えることができます。信じられないぐらいのダメージなんですよ。デクの実にことゴーマの目にしゃがみ差し2回で、ループして、最後にジャンプスラッシュで、ゴーマを倒します。ボスを倒した瞬間の位置が非常に重要で、実は同時に2つ目のグリッチも起こります。自分の体力を 0.5 点に設定したことにお気づきでしょうか？最後のジャンプスラッシュは、実はリンクとボスを同時に殺す必要があります。ボスを倒した後、通常、ボス部屋は壁で閉ざされているはずですが、このようなダブルキルを行うとき、ボス部屋を開けたままにリスポーンすることができます。これは次のグリッチでとても重要になります。さて、ここからが一番ややこしいところになります。ここまで集めたアイテムを持って、もう一度メガサイでホップで、ボス地下に戻ります。そして、再びボス部屋に入ります。ここからは複雑で多くのグリッチが絡んできます。まず安全のためにハートの器を回収して、次に扉まで戻って、非常に決まった設定を始まります。まずは爆中5回をして、魚を取り出して、魚を床に落として、そして最後にもう一度よう捕まえます。捕まえる途中でメニューを開きます。このメニューの時に、実は、瓶を複製というグリッチを使っています。後で見えますけど、いきなり右上のボタンで瓶が2本になってしまいます。そこからセットアップを続けて、オカリナアイテムというグリッチを行います。基本的には剣でオカリナを演奏するのです。そのグリッチは青いワープのちょうど1ピクセル横でしなければなりません。カットシーンが始まるけど、リンクはまだオカリナを吹いてますね。オカリナを吹くときの B ボタンを押せますから、カットシーンから抜け出すことができます。そこからフレームパーフェクトなセットアップが行い、デクの実にこと正確な入力で、ドアまで戻る必要があります。さて、ドアを開くと、
ガノンの城に到着しました。このグリッチは、ウロングワープ、といって、ゲームのメモリにセットアップした壊れたカットシーンポインタを、利用して、意図しない場所にワープするのです。モカ。この最後のパートでは、3分以内にガノンの塔から脱出しなければなりません。モカ。モカ。モカ、コン。でも、その前にもう一つ、ちょっとしたグリッチを、しなければなりません。実はとても簡単なものです。目的は塔から脱出せずに、ただ死ぬことです。なぜかって？子供のリンクは普通に城の、中にいてはいけないんです。で、死んで脱出シークエンスを、リロードすると、突然 B ボタンで大人の、マスターソードが使えるようになるんです。その剣はスタルフォスとの戦いの、時にすごく大事になります。しかし、その前に難しい動きで、下に降りなければなりません。脱出の際の問題は主に、3つ。1つ、ランダムに地面に落ちてくる岩で、位置が狂ってダメージを受けることです。2つ、時間が3分しかなく、特に目隠し RTA の場合、あまり長くない。そして、3つは、どんなことがあっても、燃えている岩に触れては絶対にいけないということです。それはスタルフォスとの戦いで、起こりやすいのですが、うっかり岩を触ってしまうと、ゲーム機がクラッシュして、ウロングワープの前の状態から全てやり直さなければなりません。マラソン設定では、おそらくかかりこ村から素早く、別の盾を手に入れるでしょう。その入り屋の盾があれば、クラッシュすることはできません。もうすぐスタルフォスの部屋に、到着します。ここが RTA 内で、一番難しくて、一番ランダムなところです。スタルフォスはニア3ヒットで、リンクを殺し、燃える岩、へと導いてくれる可能性があります。敵をジャンプスラッシュ3回で、倒さなければなりません。そのため、デクノジツで気絶させ、ジャンプスラッシュをして、ループを狙う必要があるのです。そうすればすぐに倒せるのですが、非常にランダムで難しいです。問題は、一度失敗して死ぬと、デクノジツの数が足りないかもしれないということです。最初は16個しか持ってないので、もうデクノジツなしで再挑戦しなければならないことです。あるいは、もう一度ウロングワープをする前に、リセットしなければなりません。だから、絶対に一発で成功させたいんです。もし、リンクが戦い中でダメージを、受けたら、前に使った剣でオカリナを演奏するグリッチで簡単に自分を回復させることができます。同じグリッチでクローンした空き瓶でオカリナを吹くとゲームはなぜか中にミルクが入っていると勘違いしてリンクの体力を全回復する。できました。よかったな。さらに数部屋進むとガノンとの最後の大きな戦いが始まります。脱出に使っている目隠しテクニックがいくつありますけど、一番大事なのはテンポです。音楽のテンポを数えて、そのリズムに合わせてボタンを押します。
最後の廊下には、キッスという技があります。通常より3フレームぐらい早いだけですが、RTA 奏者によるとすごくかっこいい技なんです。廊下の先でゼルダ姫とぴったり位置を合わせて、キッスのようなイメージが出てきます。それは大人リンクだけなんですけど、子供リンクですれば少し変に見えます。このカットシーンで、ラスボス戦の説明をします。2つのフェーズがあります。フェーズ1では、剣がないのですが、幸いにもボートデクノジツが非常に強力です。デクノジツ2個とデクノボウ2個で、即死ループを狙います。もし失敗したら、子供リンクの剣を出して、通常の方法でなんとか倒せるようにする必要があります。フェーズ2では、まずマスターソードを見つけ、相手の顔をジャンプスラッシュして、ループして、さらに数回ジャンプスラッシュで、尻尾に当てる必要があります。5発当てる必要があります。リンクは1発で即死するので、失敗したら脱出を全部繰り返さなければならないので、とても怖い戦いなんです。フェーズ2が終わったら、基本的に終わりで、あとはガノン2剣で最後の一撃を加えるだけです。目隠しと普通の RTA の違いがいくつかありますよね。普通の RTA は、このカテゴリで全く他のルートを使っています。まずはビンゴ GIM というグリッチで、最初のダンジョンで手に入れます。一度も最初の森から出ません。その後にも塔の脱出を全部スキップします。戦い方も全然違うんです。言い忘れたけど、当然に戦いが始まる前に、最後のメニューを開く必要があります。デクノ棒が C ボタンにあるべきです。さあ、最後の戦いを一緒に楽しみましょう。テンションのため戦い中には解説しません。じゃあ、行きましょう。Don't forget to equip sticks. Sticks. When do I equip it? After the nuts? After the nuts, yeah.フェーズ1が完璧にループを成功しました。フェーズ2はどうだろう？Come on, please RNG, please RNG, dude.できました。ダメージを受けずに、無事でガノンを倒しました。ラストヒットはカットシーンの後になります。
それでタイマーストップです。Yes! Let's go! 目隠しをしたまま、35分ぐらいで、ゼルダの伝説、時のオカリナをクリアしました。ゼルダは脱出シークエンスで、初めて会ったようなものなのに、リンクが悪から救い出すことに成功しました。よかったですね。本当にご視聴ありがとうございました。この RTA を RIJ に応募したいと思いますけど、どう思いますか？視聴者として楽しい RTA なんですか？コメントで伝えてください。私の名前はバブジアです。これからもよろしくお願いします。Hey! If you like this video, please consider supporting me on Patreon. I have many cool perks that you might be interested in about blindfolded gaming. This video was sponsored by Zeke's Many, Benlitz, Bob Farrell, Boris, Funkylicious, and VR4300. Thank you very much for your support, I really appreciate it. Have a nice day!